上町で初めてとなる風力発電所の竣工式が行われました。竣工式が行われたのは、エネオスリニューアブルエナジーと東北電力が出資する JRE 宮城上町ウィンドファームです。風車10機で一般家庭23,100世帯分にあたる年間およそ1億150万キロワットアワーの発電量を見込んでいて、 今年5月から運転を始めていますこの,この発電所をめぐっては去年6月町と事業者が交わした契約が町に不利益になるとして地元住民が土地の使用を差し止める訴えを起こしていましたがその後契約が見直され訴えが取り下げられました上町では他にも別の会社が風力発電事業を計画していますが 石山警視庁は、警官を損ねるなどとして、反対の意向を示しています。